そろ救援物資を要請した方がいい頃だな。ZPF、こちら ZPF です。桐作高校ですね。通信をどうぞ。はい、私は桐作高校3年の上条恵奈美です。救援物資を要請します。わかりました。これからドローンで物資を送ります。私が仕留める。なんだこれは。やってやろうじゃないか。やってやろうじゃないか。くらえ。はあ、リロード。来るぞ、構えろ。リロード。これはコーヒーメーカーじゃないか。しかも見ると焙煎装置もついている。うわ、まずい。マヤヤ、どうかしたの？あら、エナミさんはコーヒー好きですの？好きどころか、コーヒーなくして私の人生なしだよ。普通なら避けられる苦味を哲学、芸術の域まで高めるなんて、人間とはなんと素晴らしいものか。コーヒーを飲むたびに感心せざるを得ないね。でも私、その苦さが、香りは好きなんですけど。それはもったいない。けど大丈夫、私も最初はそうだった。明葉くんも飲み慣れれば必ず私の境地にたどり着ける。はあ、そうだ、これからみんなに美味しいコーヒーを入れてあげよう。いいよいいよ。なんで？せっかくだからお願いしようよ。私もコーヒー好きだし。リーさん、やめときなって。うむ、 ZPF にもコーヒー通がいるらしい。いい豆を送ってくれている。ではまずこの豆をより分けるところから始めよう。当然だよ、同じ豆でもいいもの悪いものがあるからね。例えばね、この豆だと。この調子だといつ飲めるのかしら。まあ1時間は無理かな、ね。